ホーム。誘導員対比で切った川口、その上を2番の石塚、後ろ攻めから赤番過ぎに抑えています。2番の石塚凛太郎です。ライン3人行き切って6番の飯塚隼人を短期で先手ライン4番手、しかしこの4番手内目に5番の川口誠二です。1番の天貝和樹は引いて後方7番手、7番手から動いていきます。1番の天貝和樹、ジャンの4コーナーから直線です。先行体制は2番の石塚凛太郎、これを一気にかまし切る。1番の天貝和樹最終周回です。天貝が一気にかまし切りました。追走は7番の上原龍、そして8番の吉田隼人、叩かれて2番の石塚凛太郎はこの体制から抜け出せるかどうか。2コーナーからバックです。まくってくるのは5番の川口誠二、後方からまくっていきますが先頭をかましました。1番の天貝和樹バーク仕事をする7番の上原龍、そしてまくってくる5番の川口誠二、石塚は大ピンチ。4コーナーから直線です。番手から7番の上原龍追い込んでくる。しかし追い込んできたのは3番の森川大輔、あるいは5番の川口誠司。まあ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 強かった。まあまあ強かった。まあまあ翔太郎。そうそう夢見た。はい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 。中に入ってください。アルバムショップ。いや森川さん一着でよかったです、本当に。まあ、ちょっときつい相手でしたけど、ね。まあまあ、組み立てはもう全部前も中段も後ろもなんかいろいろ森川さんに言われたというふうに走ってたんで、よかったです本当に。まくり切れてよかったですね。いやもうどうし、まあ流れで走ろうと思ったんで、もうちょっとプレッシャーがすごかったですね、本当に。僕らで売れてたんで、そうですね、はい、絶対ワンツー決めな、ただ僕が行くだけでもなんかダメかなと思ったんで、そうですね、しっかりちょっと、はい、続けてたんですけど、いや緊張したんです、本当に。まあ、後ろが刀剣の森川さん、おったまげだけ、おったまげ。信頼して足もついてます。感触はどうでしょう。まあ、昨日ちょっと重かったですけど、今日すごい楽やったんで良かったですね。はい、明日も先着すれば優勝ですか。そういうことですね。